You're listening to Shibuya Cross FM. さあ、本日も始まりましたスポーツグラデーション。この番組は元サッカー日本代表奈良橋明さんとともに多彩なトークで色付けしていくスポーツバラエティ番組です。ナレさん、よろしくお願いします。なんで今笑ったんですか？違うんですよ、よう考えたら。なんで今笑ったんですか？先月サボったでしょ。サボってちゃんと言ったじゃないですか、理由が。いや、分かった。僕ね、びっくりしたのが、息子さんが SNS 初めて。あ、初めてなんですよ。知ってます？ X でしょ。 X、はいはい、初めてね、はい、で、なんか僕に聞きたいことありますかみたいなのを息子さんが言ったら、ナレ、はい、さんのこと一番ね、お父さんのことが聞きたいって言って。あ、なんからしいですよ ね、 ね、なんか投票したでしょ。そう、投票したら、はい、奈良橋さんのことを一番聞きたいですって。誰が興味あんねんって俺は思いながらね、うん、あれいや、そういう風にほら、はい、なんかまたいじめだからね、えそういう感じで返しました俺は今。あ、そうなんですか。いやいや、今いじめだから。あ、そうだ、そういう風に雑に返したんですよ俺は。なんであれ、息子さんなんかいきなりね。知りません、全然知りませんね。えいきなり始めました、うん、ね、急に始めて。わかんないですけど。で、なんか興味あるのお父さんのことですって、すごい問い合わせが。だからフォロワー数もなんか徐々に伸びて。すごい。で、僕もだから普通にやってないんで、はいはい、息子経由でこう発信してますよ。あ、そうなんですか。はい、へー。これあげといてとか、そういうことでやってます。どうなんですか今チームは、あの沖縄の息子さん。沖縄 SV は、はい、JFL の最下位だったんですけど、はい、ちょっと前に入れ替え戦があって、はいはい、JF…あの、チケツのほら、2位と、はいはいはい、ボンズ市原と、で、無事に勝って残留を決めました。よかったよかった、無事に。本当ですか。はい、だから来シーズンも JFL で残ってやられる、はい、戦います。ということで、はい、ちょっとこの後サッカーがだいぶ動き出してますんで、はい、そうですね、はい、いろいろ聞いていきたいと思います。はい、います。では、アシスタントです。はい、アボカドは食べるより身につける派、ツルです。よろしくお願いします。今日アボカド、あ、つけてるわ。つけてます。あ、ほんとだ。今日もつけてます。今日でもちょっと服が、服は関係ないけど、ここにアボカド、アボカド。あ、本当ですか。はい、はい、食べてるんですか。食べてはないです。食べてはないよ。食べてはない。食べるはあんま好きじゃないですか。でも好きなんですけど、別にそんなめちゃめちゃ好きってわけじゃない全然コンセプト大丈夫ですか。だから食べるより身につける派ですもん。あ、そうか、食べるより身につける派か。なんでちゃんとつけてます。ゲスト含めてこの4人の中で一番落ち着いてますよね。あ、喋り方が、はい、怒ってんの。怒ってないです。怒ってない。一番若いですよね。そう、20だって3でしょ。一番落ち着いてる。はい、僕なんか一番上着いてる。本当ですよ、もう年末に向けて学ばないと。ねえ、そう、年末ね。年末ですよ、もう。もう年末ですよ。年内クリスマスですよ、もう。いや、誰と。あ、そう、どこ。いいんです、そこは。ゲスト紹介してください。さあ、そして本日のスペシャルゲスト、河合大和さんです。よろしくお願いします。ベルジャの河合です。来ました。3年ぶり。そうです、それぐらいぶりになりますかね。コロナのちょうど入る手前ぐらいに1回来てくれて、はいはい、でスタジオ移って、はい、初だ。ここのスタジオ初めて。初めてでしょ。初めてです。もうすごいなんかパワーアップした。パワーアップしたでしょ。びっくりしましたね。本当に。いやいや、このスタジオはパワーアップしてますけど、はい、この番組はパワーダウンしてます。ダウンですよ。どういう。ダウンはしてないでしょ。パワーダウン、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 ダウン。どこに行くんですか。大丈夫です。あ、本当ですか。大丈夫です。先月休んだくせに。もうそこ来てるんで。先月休んだくせに。もうそこ休んでないって言ってるでしょ。違う、急に前日に電話してきて。ちゃんと理由つけたでしょ。なんか今だから都内の中学校の外部コーチやってます、はい、練習時間が変更になりました、うん、19時21時になりました、もう番組無理です三好生は分かりましたって。いや、言うしかないじゃないですか、そんな言われたらね。だから寂しいなと思って。そういう理由があった。あ、本当ですか。全然寂しくないじゃないですか。いや、寂しかったですよ、みんな。全然、みんなってゲストのみんながね、誰も寂しい、寂しいな言って、奈良さん来ないんですかって言って。いいんで、僕はいいんですよ、ゲストじゃないから。あ、本当ですか。いいんですよ。さあ、河合さん、はい、今ペルージャが、はい、まあ、あの日本で活動されているということで、はい、どうですか、こう拠点とかはどうになっていってますか。そうですね、関西を拠点に、はい、こちらでは、神奈川と千葉で、はい、あのスクールを展開しまして、はい、先月から千葉は始めたと。おー、千葉、はい、来た。今何人ぐらい各所にいるんですか。選手ですか。選手、あ、うん、子供たちは全体では200人弱くらいなんですけど。すごい、はい、すごいすごい。今7校ぐらいですね、スクールは。すごいですね、はい、そういう時コーチは何人ぐらい。コーチは5名ほどで回します。へー、はい、大変じゃない。5名で回すと大変ですね。ねえ、コー
ーチもまたこうちょっとまあ子供たち集めるのも大変やけど、はい、コーチの育成って大変やけど、そっちの方が大変ですね。そっちの方が俺大変だよな、はい、辞めたりもしそうやし。そうですね、なかなか選手よりも大変ですね、そっちの方が。そっちの方が子供たちよりね、なんか選手のコーチの方をね、はい、まとめる方がなんかガチャガチャなりそうな、そうですね。まあでも今残ってくれてるスタッフはみんなすごい優秀で、あそうか、はい、もう僕よりも全然優秀なんで。あそうですか。やっぱこうもっとなんかどっかでやってましたみたいな人たちが多いんですか。いやもう全然もう少しかじってましたっていう人から、はい、そんなんでもいいんですか。全然大丈夫です。じゃあ特になんかこう経歴が結構全国でどうしたとか J にいましたとかじゃなくても、はい、の人も全然大丈夫です。あ、はい、そうなんですか。マラソン一回ちょっとこうパッと見に行ってあげたらどうですか。なんで今まだ来るんですか。なんで来るんですか。いや別に家近所じゃないですか。近所でしょ。どこやったっけ。世田谷。世田谷、はい、近所じゃないです。世田谷でしょ。はい、歩けないですよ。歩いてもういつもほらランニングしてる。なんかいつもさ、めちゃ無理すぎますよね。いつもなんか、はい、なんか責任をさ、はいはい、こう背負わせますよね、あなたは。もう なんかあったらお前行けよ。いやそんなんや、ナイさん行ってくれたらみんな喜ぶんちゃうかなと思って。でも子供たち教えるの好きじゃないですか。もう好き。いや一応僕外部コーチやってるんで。あ、そっかそっか、はいはい、どうなんですかそっちの外部コーチの方は。いや楽しいですよ。中学生、はい、楽しいですよ、教えるのは。一番こう難しい時じゃないですか。中1中2を基本的にやってるんで、ね、小学生と高校生ってまあなんとなくまだいけなんていうか、高校生も出来上がってるし、小学生はある程度こう言うこと聞いてくる。中学生が一番こう過渡期というか精神的にもね。まあでも聞く耳をしっかり持ってくれる子ばっかりなんで、まあでもやっぱりそうこう基本のところとかは全くできないね子もいれば、はい、できる子もいれば、本当にこういろいろなんで。公立でしょ。私立です。私立なんですか。でもこうトレセンで入ってきたりするわけではないんですか。まあそうですね、そういう、まあ、上手い子もいれば、うん、全然じゃあサッカー中学から始めましたっていう子もいるんで、だから教えがいはあります。どっちの方が好きですか、教えるのは。いやでも難しいですよね。だからそこ一緒になっちゃうと、そう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 、だからそこ難しい。ある程度こう分けて今やってるんで、うん、だから僕はだからある程度上手い方の子を見てるんですか。どうですか、こう入ってきたりまさしく同じで、はい、子供たちもやっぱ上手い下手があるじゃないですか、はい、でもこう分けるわけにいかないでしょ、まあ、一応そのクラスは細分化してるところもあるんですけども、はい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 、まあ、でもチームとかに関してはあの今いろんなレベルの子がいるんで、はい、まあ、それが一番難しいですね。そうですよね。そのどっちでもいいんですけど、そのあんまりうまく初心者の子だけでもいいですし、上手い子だけでもいいんですけど、その両方が混ざると難しいですね。そうですよね、はい、だからちょっと上手くない子って言ったら変ですけど、初心者の子らは上手い子とやるとやっぱ楽しくなくなるじゃないですか。そうですね。だからサッカーは多分楽しん上手くなってほしいけど、一個手前の何よりも土台は楽しんでもらわんと、もうだって今ゲームはあるわ、はい、うん、別に他のね遊びたいことはいっぱいあるわ、携帯はあるわってなると、うん、サッカーが1位になるってすごい難しい。こうそうですね、もうむしろ一番初めに切り捨てられる。そう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 、体を動かしてね、はい、なんかしんどいし、なんかもうせっかく家でこう 寝ながらね、はい、ゲームしててポテチ食べてる方が楽やのに、はい、それ皆さんね。ポテチはあなた。家でポテチ美味しいんですよ。コーラ飲みながらね、ビール飲みながらポテチ食べてね。運動全然だから。します、いよいよ。だから僕一回行きたいのに全然呼んでくれへんから。いや絶対来ないじゃないですか。絶対来てくれないですよ。行く。ほら分かってる、山田君分かってる、見せよ分かってる。行きたいんですよ僕は一回見に。でそこでちょっとカメラ回してね、なんか撮らしてもうたらね、僕の SNS にでもねパッと上げれるじゃないですか。山田君絶対行かすよ。もう絶対来てもらいますよ。絶対行かすよ、はい、もうこれスクール生いっぱい聞いてるんで。今日ね、はい、もう言いましたからね、はいはいはい、言いましたからね、一緒に行こうよ。出た出た、一人じゃ行かない。怖い怖い。いやあのユニフォーム着たら可愛いや、女の子。怖い怖い。あんまこう着ることないでしょ。いやないですね。だからこう着ながらちょっとこうね、一緒に行く。いいですけど。行きます本当に。行くよ。どこやったっけ、どの辺。千葉。千葉。あと千葉のどこやったっけ。印西です、ね。印西、はい。近い。いや遠いですね。遠い。じゃあ行こう。頑張ろう。全然つながってないから。意見が一致してないから。なえさんほら実家っていうかね、故郷は。実家ないですよ。千葉ですから。実家も横浜ですから。いや出身は千葉じゃないですか。故郷はもう捨ててますから。お世話になったでしょ。故郷は
俺が売ってくるな困ったら売ってくるな恩返ししましょう売ってくるなということでこの後ちょっとサッカーの動きが激しくなってきてますんで、はいろいろと聞いていきたいと思います、はい、ではオープニング曲どうぞはい、夏美さんで星のメロディーです。ここからは今月のピックアップスポーツです。まずは神戸が見事 J リーグ初大谷選手にドジャース決定話がすごい1000億なんですか1000億って1000億やってすごいっすね。過去最大の契約金、はい、でもういやそれ一番でしょね。1000億サッカーより何より翔平がやってくれました。ドジャースすごくないですか。すごい1000億でも同じ金額をエンジェルスも出してたけど決めてはドジャースだったという噂がね流れてます。やっぱり何ですかねこうワールドシリーズ取りたいって。やっぱそうそうだからそこが一番大谷選手がやっぱりこう取れなかったって言ったら変ですけどチームがなかなか勝てなかったっていうのが一つネックやったっていうのはあるみたいですけどね。ちょっとあれですよねこう長引いてますよね。うんだからまあ多分同じ金額それは大谷選手は律儀なんでチームを捨てたくないとかっていうのもあったとは思うんですけどまあそれでもやっぱチームが強いというかそこはやっぱ取りたいっていうのは一個世界一はね日本として取ったんで次はチームとして何かやりたいって成し遂げたいっていうのはだから赤から青になったんですよね。はい、だ止まれから青に変わったんで進めになって人生が進み出すのかもしれないですけどね。今は本当に私が三好です。今は本当にうまかった。ああ本当ですか。進んでいくんじゃないかなと思いますけどね。ペルージェジャパンの三好です。いやそれ違う。じゃあ違うんか。ペルージェだいぶ赤で止まってますね。赤で止まってる。でも白でほらねホワイトにクリーンな気持ちで進んでいこう。ああうまいですね。ね入れて、はい、ありがとうございます。なんかムカつくな。なんで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 どうですか今回神戸が、ねはい、優勝したし、はい、野球も言ったらね阪神もねオリックスも全部関西、ね、関西盛り上がってる、うん、スポーツだからこれで僕先週も大阪行ってきたらもうすっごいんですよやっぱ、うん、阪神なんたらフェアやオリックスフェアやとかね、うん、で神戸の優勝のフェアとかねすごいです、ね、だってあの85年以来でしょ。そうですよ阪神だから岡田監督がそうですよねそう選手の時に優勝して岡田掛布バースそうですあの時バース掛布岡田かそうでそうですよねバックスクリーン3連打の時ですから、ね、あの槙原さんですよね。あそうあれ以来ってことですね。そうなんですよねすごい神戸 ねあれ最後大迫選手オフサイドだったと思うんですがあれどうですか。まあそれはねはいもう人がやってることなんで ねそこも聞いといてもいいじゃないですか。世界優勝したのにね、はい、でも今ね、まあ、あれルール難しいよね、うんうんうん、キーパー上がっててで、ね、一般の人って変ですけどちょっとサッカー詳しくない人は何がオフサイドなんていう人おったやんって言うけど最終ラインはあそこですから、ね、キーパー出てるそうですよね。
だからもう何でも言えるじゃないですか、まあね、こう見れば、はい、だからその場で実際にやっぱこうリビングするっていうのは、うん、もう難しいですよ。だってもういろんな状況でね変わってますからね。確かにそうですよね。まあでも神戸も素晴らしかったね。いやそうですね、最後ね、こう最後までね、こう F マリノスとかね、はい、こういましたけど、うん、最後まで、ね、首位キープしてキープして、だからイニエスタ選手を出してで優勝という。で俺やっぱり大迫選手とか、はい、武藤選手とか、はいはい、力のある選手をやっぱり入れて、ね、やっぱりそのプレー強度っていうのを大事にしたじゃないですか、はい、うん、でそれでしっかり神戸はねこう結果出したので。そうですよね。いやすごいことですよ、ね、どうですか今後神戸時代は続きそうですか。サッカーでも続かないじゃないですか、なかなか。もうだから名前で勝てない時代になってると思うんですよ。そうですね、はい、だからまあこうじゃあ本当に戦国 J1 によりなってくると思いますし、はい、だから J2 からも岩田と町田と、はい、ベルディがね、はい、上がってきて、ベルディ16年ぶり、奈良さんからするとベルディ上がってきてくれたなってちょっと嬉しいんじゃないですか。嬉しいね、あの時代がね、もしかしたらという。なんでだから東京3チームでしょ。はい、そうですよ。これも熱いですよ、東京3チームになるんで、うん、あれ清水の選手がね最後こう引っ掛けたじゃないですか。ですっごい誹謗中傷来てるけど、選手は頑張ったんだから、あんなわざとこかそうとは思ってないじゃないですか。もう乾選手が切れて切れてね。そうですね、まあね、まあだから、まあ、難しいですよ、うん、本当にもう今の時代だから、もう本当僕サッカー選手じゃなくてよかったと思う。今の時代じゃなくて、まあ、もうカメラが何十台もあってね、スローで再生されてね、もうなんかプレー一つ一つなんかいろいろ言われるのが、うん、もう嫌ですもん。楽しくないっすよね、なんかね。もう家族もだって、そう、奥さんまで誹謗中傷されてという。なんか嫌ですよね、スポーツ選手、スポーツ選手だけじゃなくて、はい、いろんな人が頑張ってるのに、はいはいはい、ね、一つのこう結果だけで報告して、なんかもう嫌です。頑張ってることに対してね。だってそれはね、清水だってね、ベルディ上げようと思ったらファウルしようってならないじゃないですか。だディフェンスはディフェンスで、はい、止めたいっていう思いで、あとタックルして、それは ありますよ、あの時間帯で、はい、あんな滑るなとかね、いろいろありますね。いろいろありますけど、うん、だからそのやっぱりその瞬時の判断であれ決めたんだから、うん、その決断をやっぱりリスペクトしないといけないですし、うん、じゃその PK を取って、ソメル選手が決めたのが、そうなんですよね。こっちをフォーカスしてあげましょうよ。要はあれ、いや、僕、外すんちゃうかなって思ってたけど、しっかりと決めた、決めたんで。はい、それはもうそれいいじゃないですか。そうですね、ということで、ね、来年はベルディが上がってきて、で、どうですか、あの黒田監督でしたっけ、あのチームがどこまでやれるかって僕ちょっと興味ありますけど。町田ですね。町田ですね。本当にこうマネージメントとしては黒田さんが、はい、本当にこうなんか全体をこう、うん、やっぱりこうまとめてまとめ上げたんで、はい、で、やっぱり戦力もね、はい、充実してましたし、楽しみですよね。奈良さんがなんかね、始まるリーグ始まる前はセレッソ大阪が優勝だって言ってましたけど、なんか言ってました。はい、言ってました。僕録画して、で森氏に社長に送ったら嬉しいですって言って、うん、なんなのね。はい、なんですか。誰も当たりませんよ宝くじより難しいですね。難しいらしいですね、はい、いや本当にあんな無理ですよ。 J2 なんてもっと難しいってね。もっと無理ですよ。でね、いろいろね、うん、こうほらちょっと下のこう順位にした、うん、で上になったら、うん、やれよお前奈良橋だとか言われますもんね。言われるんで、はい、難しいですよ。まあでも来年ちょっと面白いんじゃないですか。 J1 面白いです ねちょっとこうね、今までとは違う味が入ったというか、東京さんのチームも、はい、やっぱり違った意味でまたね、すごく盛り上がってほしいな。河合さんはどっかちょっと注目してたチームとかありました今年。僕地元が神戸なんで、今年神戸優勝してくれてすごい嬉しいな。おー、そうですか、はい、じゃあセレッソもいらないっていう。いやいや、そんなことないです彼はセレッソで少しね、あのお仕事されてたということでね。セレッソもほら、あのマイクマ選手がベストエリア、そうですね、選ばれましたから、はい、もう代表でもね、定着、はい、しそうですよね、はい、いいプレーしてますからね、はい、でも森島さんは海外に持っていかれるんちゃうかって心配してるみたいですよね。もう持っていかれるでしょ。持っていかれますよね、まあ、サッカーもしょうがないですよね。もう社長が社長ですから。あ、言っときます、ね、言わないでください社長言わないでください怖いんだよどんどん横に、こう上じゃなくて横に、言わない言わない言わない、横にこうね、広がってます。言わない言わない言わない、はい、ぜひぜひ。で、元日にタイとの戦いが初めて団体にあるということで、その前いいですか。はい、どうぞ。こう始まりますけど、はい、天皇杯ね。あ、カズキがあれ、はい、柏が、はい、0-0、はい、 PK 何人までいったんでしたっけ。10人10人や10番目
キーパー外しましたけど。仕方ないですか、もう今回仕方ない仕方ないって言ってますね。だってあの松本選手2本止めてるんですよ。止めてて、まあ自分で、ね、だってあの瀬川選手のあれ、ね、やり直しだったり、はいはい、あれ含めて3本止めてるんですからね。止めてるってことですからね。あ、それもう鹿の神様なんでいたずらするの、ね、まあそれが面白いんですけどね、まあ、サッカーとはみたいなところでね、まあ、フロンターレもすごいですよね、はい、そうですね。ちょっとこうリーグとかもまあなんか少しね、バランス崩してたっていうのは変ですけど、やっぱりタイトルどっか取っていくというのが、まあ、やっぱりね、すごい上手さだと思いますですよね。本当にもね、やっぱ柏も残り決めましたし、はい、うんうん、そういったように、俺、三浦さん言いましたけど、はい、簡単にね、そうです、タイガー代表がありますけど、どうですか、注目している日本代表の選手、僕、伊藤亮太郎選手が、それこそ SNS で、TikTok とかで、伊藤亮太郎選手のプレーをね、切り取ってるんですけど、めちゃめちゃ面白いね。久々にこうファンタジスタ的なタッチをするなっていうのが。所属チームどこだか知ってます？え、もともとレイソルかなんかじゃなかったですか？あ、違う、なんか大宮とかにも行ってませんでした？新潟とかあっちで、今海外シトロベルギーでしょ？こいつは何？いやいやいや、誰なんだよ。大宮か新潟かどっかいたじゃないですか。こいつスタートはね、はい、浦和。あ、そうでした？はい、違う、あ、違う、浦和。聞いてください、僕も調べました。言い訳しろ。はい、はい、彼もともとセレッソにいたんですよ。そうなんですよ、ちゃいます？伊藤亮太郎選手、はい、セレッソの下部にいたんですよ。で、上がれなくて。高校どこですか？岡山ですよ。あ、岡山、岡山、はい、岡山、岡山に行って、で、高校、だからアンダー、高校に上がれなくてセレッソから、で、岡山に行って、岡山どこでしょ、強いチーム。岡山の強豪チームですね、はい、強豪チーム、はいはい、あの子作用とかですかね。え、作用とかですか。作用、あ、作用ボール、あ、青山選手ね。そうそうそう、作用に行って、で、浦和かどっかに行って、今言ったでしょ。浦和スタートって。いや、スタートだからセレッソですから、一応。いや、だからプロは、プロは浦和スタート、浦和、そうですけどね、はい、そうですけどね、はい、そうそう、で、浦和とか、はい、で、水戸とかも行ってるんですよ。水戸行ってたね、はい、はい、え、だ、新潟行きませんでした。新潟が、そうですよね、J リーグの最後で、はい、今、新なんとか言ってもシントトロイデンね。シントトロイデン、うん、シントトロイデン、はいはい、デンね、はい、知ってた、そこまで。知らないです。知らないね。ほら、僕の方がまだヤマトより知ってますから、よう勉強してますよ、本当に。大宮ってライバルチームよ。あ、そうですか。いや、でも相当こう久々になんか面白いこうボールタッチというか、するなっていう感じ。三好さんから目がね、はい、見ればね、見ればね、僕みたいな、どうし、ごめんなさいね、ど素人で。いや、いいんですよ。いいですか、はい、いいですか、僕も楽しい、あ、本当ですか、楽しいですよ。え、どう、ちょっと奈良さん的にはどうなんですか。僕、鹿島の細谷選手。あ、そうなんですか。パリ五輪世代で、はい、ちょっと本当本物がようやく出てきたなみたいな、出てきたなって。あ、そうですか。いずれかは海外行っちゃうんじゃないかなっていう選手なんで。へー。オリンピックね、予選もありますし、はい、まあ、そっちの代表もありますけど、うん、A 代表にも結果出れば定着してくれるんじゃないかなっていう。どうですか、興味ある選手選ばれました今回。僕はちょっと今回選ばれてないんですけど、選ばれてないの、誰、あ、はい、イタリアで今プレーしてるので。なるほどね。ラッツでちょっとくすぶってますけど、苦しんでますね、はい、ちょっとね、はい、ラッツで本当ちょっとね、序盤はね、はい、スタメンとか多かったんですけど、そうですね、決めて、はい、奪われてるんで、ったんですけど、まあ、ここからどうまた上がっていくか、はい、楽しみです。ところもあるということで、はい、どうですか、こう自分が教えている子供たちがね、いつか日の丸を背負うとか、うん、J に上がれた子います？いや、まだそのプロはないんですけど、うん、その J の下部組織は150人ぐらい行って。あ、そうなんですか。はい、各世代別の代表も、はい、まあ、今も残ってる選手とかもいるんですけど、はいはいはい、はい、まあ、その子たちがこうプロになっていったらやっぱ嬉しいです、ね、いや、そりゃそうやわ、はい、自分が教えた子がね、はい、それはすごいね、上がっていったら。世代別はどのぐらいの、アンダー13とか4とか5とか、まあ、その辺ですね、うん、はい、すごいすごい、それはすごいですよね。着実に。あと知ってますよ、タイ代表の監督。あ、日本人でしょ。ああ、ね、誰でしたっけ。誰ですか。誰で、誰。石井正忠さん、鹿島の先輩ですよ。そうそうそう、あ、そうなんですか。鹿島の先輩や、そうそうそう。タイのクラブチームで優勝して結果出して、うん、で、今タイ代表の監督になったの。タイ代表って西野さんが前、そうですよね、はい、西野さんもやってたっていう、二人目です。二人目です、ね、そうですよね、うん、そうやそうや。タイ結構だから指導者は行ってるんで、はい、
手倉森さんとかも行って、まあ、今多分もうやめになったと思うんですけど、うん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 、そういった意味でもすごいリスペクトされてるんで、だってチャラディップさん、チャラディップ選手とかもタイでしょ、はい、そうですね、はあ、だから俺こっち来てるじゃないですか、そうですね、はい、だこの間浦和かどっかがタイまで行って試合、ね、はいはい、してすごい盛り上がったっていうことで ね、いい交流があるということで、元旦でやるっていうのもなんかね、すごく僕元旦はもう天皇杯のイメージしかないから、もう天皇杯もないんじゃないですか、元旦でやるっていうのねえ、もうちょっと違う、なんかすごい芝が良くなかったでしょ今回、あれ結構ね、なんか国立、はい、なんか立て続けにゲームが多かったんですよ、だからちょっとこうボコボコしてた、うんうんうん、そういうのもありましたね、なるほどなるほど、そうか、え、年内はどういう活動がまだ残ってるんですか、一応、今回ウィンタースクールっていうのを、はいはい、年末にやるんですけども、はい、それが最後ですね、29日まで、はい、やってっていうことでっていう感じですね、そして来年はどうですか、活動的にはどっか目指してるところとかありますか、一応今、イタリアキャンプを、はい、予定してるんですけど、はいはい、4月の上旬ですね、はいはい、今それの選手を集めてるところです、ね、それは結局誰でも行けるの、あ、行きたいですって行けるのか、それともこっちが選んで君と君と君の20名ねとかっていう感じなんですか、サマーキャンプとか、はい、ウィンターキャンプとか国内でやるキャンプに関してはもう誰でも行けるんだ、来てくださいっていう感じにしてるんですけど、そのイタリアキャンプに関しては、はい、そのうまさとかじゃなくて、はい、本当に君行きたいですかっていうところをすごい大事にしてて、その親に行ってきなさいって言われて行ってもやっぱ得るものないと思うんで、その選手がもうどうしても行きたいって言った場合だけ、それはでもどこ何面談するの、こうやって一応説明会をして、で親と選手に説明をするんですけど、もう親が行かせたいとか、まあ、そういうのではもう来ないでくださいと、ちゃんと説明するんや、はい、親御さんに向けても、そうですね、まずでも選手に聞いた方がいいですよね、親御さん入れちゃうとやっぱ親御さんの目やっぱ気にする子が結構多いんですね、そうですね、親の目はね、絶対ありますね、そう、うん、選手に最初ストレートに聞いた方がいいんで、だって費用はでもまあ言い方悪いけど親が負担するんでしょ、当然そうですね、そうですよ、はい、すごい難しいところやんね、じゃあ逆もありきで、うんうん、親が行かせたい、いや子供が行きたいって言ってるけど、まあ、うん、そういうこういうご時世やからね、そうです ね、なかなか行かせれない家庭もあるやろうし、だ僕自身、うん、小学校4年生の時に、うん、ブラジルに行きたいと親に頼んで、うん、でまあ、結局行かしてあげられないってなったんですけども、うんうん、6年生になった時に父親が仕事から帰ってきて、うん、今日からお前の名前ヤマトになったからって言われたんですよ、もともと川広和っていう名前 で名前ちょっとヤマトに変えてきたから、でその後にブラジル行ってこいって言われてすごい、でその要はその4年生の時にブラジル行きたいって言った時から、うん、まあ、その時は行かしてあげられなかったんですけど、うん、準備してくれてて、まあ、行かしてあげれるようになったんで、行ってこいと、でどうせ行くんやったら海外で活躍できる人間になれっていうことで、その日本の昔の国の名前であるヤマトっていう名前に変えてくれたんです、で友達とか急にお前ヤマトになったとかならへん、ね、ちょうど卒業式の練習の時で、うん、その名前呼ばれるんですよ、うん、河合広和みたいな、うん、ではいって言ってたんで、うん、ちょ先生今日からちょっとヤマトになったんでヤマトでお願いしますって言った、で練習の時に可愛いヤマトってざわついてました、そりゃそうや、誰やみたいな、ざわつきます、ヤマ、え、そんな名前って変えれるもんなの、いやなんか漢字が僕ひろかず、ヤマ、大和って書いてひろかずって読み仮名ってそういうことか、はい、なるほどなるほど、はい、でそれでその読み仮名変えるだけだったらそんなに難しくないみたいで、あ、そっかそっか、はい、なるほど、そうやね、聞きなりガラリと変わってたらさ、どなたさんですかみたいになるもんね、そんな感じでしたよ、でもまあそうやね、まあまあまあ読み方変えて、先生間違えてるでみたいな、そうか、はい、感じになってましたけど、まあでもそれは世界的に呼びやすいようにとかっていう、ひろかずとかよりはやっぱ向こう海外って名前に意味を持つんで、そのどういう意味なのって聞かれるんですけど、まあ言いやすかったですね、その日本の国の名前っていう、ヤマトって、はい、僕もセイっていうのはね、ほらだってヤマト魂でしょ、そうですね、セイもなかなかね、ほら、もう時間だから、いやまだもうちょっと喋るめちゃめちゃ喋りか、え、下の名前なんでしたっけ、あやねです、あやね、だから音つかんの、音つきますね、だから音楽、あ、まあそう、まあそれもそうです、嬉しいね、なんか最初から音つ入ってて、まあ親がもうそう音楽好きなんでつけたいって言ってつけてくれました、すごい、奈良橋アキラは何にもないですないもんね、それは、うん、でしょうね、アキラは別に由来とか聞いてないですもん、え、嘘でしょ、聞いたことないです、聞いたことないです、あ、そうなんですか、聞く理由もないなと思って、いや、聞いた方がいいんじゃないですか、い
や別になんかあんまり興味なかった。興味ないの自分の前に。全然興味なかったんだよ。でも奈良橋明って言ったらなんかね、まあまあね、それは代表で戦ってるからね、残ってるけど。奈良橋って珍しい。そう、そっから始まるもんね。そっちがやっぱりこう気になっちゃってたんですよ。気になったっていうか、なんか重いじゃないですか。奈良橋？うん。漢字が3つで、そういうとこ重いじゃないですか。でバランスいいですよ。3つの時は1つの名前ってすごいいいって聞きますよ。まあまあ、そうなんですけど、うん、名字が3つ漢字使うんで、なんか重い名字だなって。かっこいいと思ってた。ずっと思ってる。奈良橋の名が奈良の名じゃなくてよかったなっていう。名前の名がかっこいいなと思いますよ。うんうんうん、だ結構ほら、奈良県の名の奈良橋は結構多いんで。そうですね。うんうん。名前の名で来たから、おかっこいい。本当ですね。感じしますけどね。確かに出会ったことないですね。奈良橋ないですよね、はい、ないな い, ない、ね、奈良の名のやつはね、まあまあ変換すると出てくることもね、と奈良崎とか、うん、ありますね、まあ、いますけど、だ僕代表の合宿中とか大変だったんですよ、うん、奈良崎、聖子いたりやつ、あはあ、はあ、奈良橋明いて、で僕も奈良とかやってて、はいはい、で聖子も奈良さんとかやってたんで、うん、どっちどっち、ああなるほど、で僕は聖子って言ってましたけど、ああ下の名前でね、はいはい、アキラって呼ばれることないですもんね。ないですね。珍しい。そっかそっか、アキラって言ってる人いないしね。ないですね。奈良さんの奈良という人はね、結構先輩とかね、奈良くんとか、だから海外とかに行った時は、だから留学とかした時はアキラとか、ああ下で呼ばれる、下で呼ばれたんで、へえ、気持ち悪かったと思う。アキラ誰だ、あ俺だ、あ俺だみたいな、やっぱ名前は結構ね大事だと思いますけどね。そうかそうか。じゃあ来年いよいよイタリアに行くメンバーが、ね、はい、何月って言いました、4月の上旬。じゃあそろそろじゃない？そうですね、まあでも今ちょっと集まりが悪くてですね、逆に、はい、もう俺こそはっていう人はぜひ、あっ、はい、これ聞いてる人、じゃあ何人ぐらい、あそうそう、大体10人ぐらいで行けたらいいなとは思ってるんですけど、でも費用も結構今ね、いやめっちゃ高いです、ユーロちょっと前コロナ前に比べたら、うん、もうちょっと航空券の料金が倍ぐらい跳ね上がってるんで、全然違うもんね、はい、らしいですね、ヨーロッパ。なんかこの間僕行った時ももう何にも食べれなかったです、向こうで、あ、マック事件、マック事件、マクド事件、何ですか、2500円ぐらいするね、セットが3000円近くするから。え、どこですか。フランス、フランスとベルギー。そうなんすね。地獄、何にも入ってこない味、値段のこと気になってですよね。え、それってセットですか。セット、例えばハンバーガー、ポテト、うん、ジュースで、はい、2500円とか普通にみんな食べてますけどね、うん、本当に。そうですね。だからマカロンとかフランスとか行くと、はいはい、あのちっちゃいこれ一粒あるやん、500円とかね、誰が食うねんこんなんとか、これ一粒で、一粒高い、500円、こっちだって牛丼食べれると思って。そうですね、だから日本置いていかれてるんですよ、本当に。完全置いていかれてますね。いや本当に、アジアでも置いていかれてますよ、本当に。だから失われた30年ってよく言ってるなっていうのは当たりですよ。僕来月ハワイ行くんですけど、もう、ま、待って、自慢はそれ違う自慢やろ今。僕だからもうお金ないから向こうでどう生活しようかなみたいな、1週間行くんですけど、なんでお金ないのに行くの。いいもん、そうやってしょうがないよ ねそれは。フランスだ、ハワイだ、台湾だ確かにお金、ね、めっちゃお金持ってる人みたいな。めっちゃお金持ってるじゃん。ではここで次の曲いきましょうどうぞ。はい、デューさんで満月のプールです。三好のこの商品にアシストということで
回ご紹介する商品はもう冬やから、はい、チョコレート、これ好きでしょみんな。美味しいですね。これ美味しい、はい、ミルクチョコレート、ミルクチョコ、うん、で、うん、これね、つぶつぶが僕好きなんですよ。はい、つぶつぶが、はいはいはい、ちょっと簡単にいちごのね、いちごのつぶつぶ、ちょっといいですか。はいはい、本日ご紹介するのは明治さんの明治ストロベリーチョコレートボックスです。まろやかなミルクチョコに包まれたいちごの甘酸っぱさと爽やかな香り、食べやすい一口サイズです。開けやすい個包装タイプで、一口サイズの食べやすいストロベリーチョコレートが26枚入りです。26枚、チョコといちごの組み合わせは間違いないのですが、酸味とのバランスもよく、しかもこの厚さと厚みと1個の大きさが噛んだ時にちょうどいい歯ごたえと口どけ感で美味しさアップです。個包装なので、配りやすいし、チョコ好きな人はこのチョコ嫌いな人いないんじゃないかってくらい周りにも人気なチョコです。なるほど。ということで、うん、クリスマス、ヤマトさんはクリスマスは24、今年日曜日ですよ。え、日曜日？そう、24が日曜日です。25月曜日です、うん、はい、どうされますか。多分試合ですね。お、かっこいい。でも夜は空いてるやん。別に夜中やるわけじゃないから8時9時にはいい、帰れるでしょ。はい、オンボラアパートにね。オンボラアパート、まあまあそうっすね。はい、どうすんの。どうしましょうね。全然何も決まってないです。そうなの。もう37でしょ。はい、なんかしたらいいんじゃない。あー、ないっすね。あ、ないの。奈良さんは家族。今チョコ食べてる。いるでしょ、奥さんは家に。美味しいチョコね、チョコ美味しい、これイチゴ美味しいよ。めちゃくちゃ美味しいですよ。これ大好きです。いいハーモニー。俺これたまに一人で一箱食べちゃうんですよ。26枚。そうそう、知らん間に26枚も。映画見ながらずっとこう見てたらもうなくなってるんですよ、いつも。チョコ食べる。食べます。これ美味しいやんね。めっちゃ美味しいし、俺これ大好きなんですよ。俺これ多分ね、明治じゃない、どこやってる、森田がやってる。あ、もう明治。明治、僕明治はやっぱチョコやと思います。うん、はい、明治はチョコだと。明治？明治。明治は？チョコは明治ですよ。どこ派ですか？森永？ガーナ？ガーナってどこ？森永。ガーナ、森永。森永かな。あ、たえ、料理は。ちょっと待ってください。いいですか？ちょっと別話していいですか？はい、前も話したと思うんですけど、タケノコの里とキノコの山、どっち派ですか？僕とキノコです、ね。え？タケノコ。キノコですかね。え？タケノコ。そうですよね。キノコって。キノコって嘘でしょ。キノコの方が美味しいです、ね。キノコですか？え、どっち派？スタッフさん。タケノコ？うわ、タケノコやね。じゃあタケノコやばい。タケノコ？タケノコ？キノコ？キノコ、まあ、割れたまだ。なんで？なんで？キノコ？あのクッキー的なね。あっちがほら。そう。バランスが悪いっすよ。キノコね。そう。キノコ。うん、おい、合ってないチョコと。でもタケノコはチョコとあのクッキーところが美味しい。もう微妙に合うんで。合う。別で食べたいですね。チョコはチョコだけで。で、残ったそのキノコ。あ、やります、やります、それ。キノコで？キノコでやりますよ。で、分けるの？分けます。口の中で割るの？どういうこと？口の中で。ここの、ほら、キノコ、ほら、なんていうの？傘の、根っこのね。それがクッキーだから、それを分けるんじゃないですか？そう、チョコと傘の部分。口で分けちゃう。今だってあの、クッキーの方だけ売ってるんでしょ？誰が買うねみたいな。前持ってきたでしょ。そう、誰が買うのじゃ、めちゃめちゃ不要らしい。あ、そうや、そう、どう、そりゃそうやろみたいな。え、チョコがない。チョコない、チョコないんですよ。チョコないです。マジ無味でした。無味やんね、あれ。前紹介したよね。うん、あれ、みんなやったら何匂いしたの。すんごい顔で、なんじゃこれ、なんやこれみたいな。で、裏見るとあれをアイスつけたりとかみたいな。あー、そういうことっすね。やってくださいねみたいな。それやったらそれでなんかちゃうなみたいな。またね、こうちゃうやろみたいな、僕は思って、もうすぐ販売、まあ期間限定やったみたいで、ブーイングしました。僕はもうちょっとダメ。これ美味しい、これ美味しいですね。美味しいんで、はい、ぜひ皆さんチョコ食べてみてください。あ、じゃあどうするんですか、クリスマス。クリスマスですか。僕仕事。え、でも、いや、夜は夜中まで働かないでしょ。いや、夜でしょ。帰ったらだって家族ケーキとかは。僕一人だけケーキは予約しました。一人用のちっちゃいケーキホール。絶対嘘。じゃあこれマジで本当に僕あげますから、インスタとかあれで一人でこう食べる。何号サイズですか。これなんていうの、これぐらい、これぐらい、4号っていうの、これ何号わかんない。え、それ一人じゃない、一人ミスさん。はい、フロマージュチーズケーキ。すぎますよそれ。チーズケーキ。どうすんのさ。いや、僕はもう普通と変わんないですね。変わんないじゃん。変わんない日常ですね。え、別に何もしないの。はい、寂しい。
結構ロマンチストなんですね。いや、するよ、そら。だって僕も年も年だから。いや、年か、娘はもう仕事してるし帰ってくるじゃん。いや、多分遅いっす。あ、そうなの。遅いっす。僕、YouTube で音楽、クリスマスソング流して一人でケーキ食べます。それも逆になんか寂しくないです。山下達郎さんを余計悲しくなりますね。誰も来ないって言って、本当に来いみたいな。東京駅行けば東京駅。東京駅なんで。いや、昔流行ったでしょ。流行った、ね、じゃあ、あれ相手がいるから流行ったけど、僕一人で来ないって言ったら一人で行けばいいじゃん。いや、気持ち悪いでしょ、そんな。あの、牧瀬里穂さんみたいに。あ、こう待ってて。待ってて。いや、誰も来へんまま。誰もいないっていう。そうですね、ほんまにいない。ミュースになる。あ、行けますか。そうですか。それもだ、まあね、それぞれのクリスマスがあるっていうことだよね。さあ、そしてもう一品がこちら、はい、これプレゼントにどうかなと思うんですけどね、はい、これあのプレゼントすればいいんじゃないですか、ミュースさん。あ、この番組で。あ、誰かに、はい、ここによってこれ防災したら、はい、あ、はい、こちらですね、シェリーレイブと言いまして、はい、シェリーレイブとはフランス語で愛のある夢という意味で、うん、花や香りで愛のある日常生活を過ごすことをコンセプトに立ち上げられたブランドです。花の色や香りは人の生活を豊かにすると言われています。皆様の生活がより豊かでゆとりのあるものになりますように、一つ一つ丁寧に手作りしています。すべて手作業のために、生産数には限りがありますが、なるべく多くの皆様にお届けできるようにしていきたいと思います、はい。また独自のルートとして流通の少ない宮古島産のお花を使用した商品やギフトセットなども販売しています。南国で育った発色のいいお花を使いますので、見た目にも華やかで癒される商品となっています、はい。さらにこちらには特に数に限りがありますので、ぜひお試しいただけたら嬉しいです。はい、ということでシェリーレイブということで、これは僕クリスマスプレゼントにぜひ使ってほしいなと思います、うん。これね、クリスマスのリーフ分かんない。丸いやつね、うん、と一緒に棒をつけてセットで売ったりとかするみたいなんで、うん、シェリーレイブと調べていただいて彼女にプレゼント。ロマンティックですね。いや僕、いや、それはロマンティストじゃないとサッカー選手はなれないですよ。ですか。僕多分普通にもう時が過ごして、あの、過ごしてます。だから奈良橋さんのプレーってもうダーンガーンドーンでしょ。僕みたいにファンタジスタはやっぱりロマンティストなんですよね。タッチ時間ですよ、時間。タッチかこう柔らかくボールタッチがね、足にこう吸い付くようなね。で、ときめき、ほら、ボールの上に乗って、はい、すってんころりしかさんは。いや、意外とこの間ね、もう覚えてます、3人でリフティング してね、10回なるまで帰れないみたいなやつやった、覚えてます。あれ僕だけですよ、落とさんかった。二人はもうバン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 落としてね。何年前ですか。どん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 ポテンポテンポテン。忘れましたよ。僕だけですあれ落とさん。何年前ですか。僕も。で、三人でサッカー教室行った時もほぼ僕ですよ、点決めてた。あなたゴール前に。相手ゴール前にいたら。いや、いても決めれるかどうかですから。嗅覚。それは決めるでしょう。嗅覚だって子供たちゴールキーパーなんだから。嗅覚です、あれやっぱね、ここにいないと。みたいなんね、山田君中心に必死にこうボールつないで、はい、美味しいところはあなたがね。確かに山田いなかったら負けてました。負けてました。ちょっと山田のチームのこれがうますぎるんですよ。いや、高学年に行けば行こうだね。ね、そうそう、だんだんレベル上がっていって、もう最後本気にヘロヘロでしょ。ヘロヘロやってもう。こっちがヘロヘロだ。低学年から中学年高学年ですか。ヘロヘロになるんですよ。体力もなくなっていくのに相手上手くなっていくというこうでもね。いや、あれはうまいわ。大変でした ね、あれほんまに北沢さんとか僕らもヘロヘロでしたもんね。ヘロヘロですよ。いやでも楽しかったですけどね。またやりましょうよね、うん、ぜひぜひぜひね、はい、ああいうのね楽しいしね、行きましょう、ね、やろうよサッカースクール。いや、やってくれるんですか。忙しいとかばっかりじゃないですか、ね、やろうよ。本当ですか。なんかじゃあチームとタイアップでやりますか。やろうよ。めっちゃ喜ぶと思います。いいですか、僕ら行って、はい、全然やってないじゃんサッカースクール。最近ね、はい、できなくなったからね、うん、このやり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 って。組んでいきますよ。いつも組んでいきますよ、はい、組んでいきますよ。来たことないっすよ。試しがない、はい、だからオグも来たいって言ってるんで、小倉さん、だから次回聞きますよ、オグに。いや、いいっすよ。言ってる言ってるって言ってる、そんなこと。絶対そういう返事ですから。次のほら、あのゲストが言ってた、誰でしたっけ。長谷川さん、太郎さんなんで、はいはい、彼も来るって言ってくれてるから、はい、一緒にじゃあみんなでやるよ、うん、元ね、うん、サッカー選手同士で、はいはい、もう行ったらちゃんと言ってやってください。やりましょう。本当にで、TikTok やりましょう。おこれは本当にやろう、はい、もう発表ここで、はい、やりましょう、はい、チームの TikTok 完成させます、はい、ペルージャのね、ペルージャジャパンの TikTok、 かっこいいバージョン、
で、僕たまに出ますから。すってんころりんバージョン。やったらあかんバージョン。そこね。そっちバージョン。うん、で、こんなイケメンが出てきてさ、うん、それでいいんじゃないですか。僕だからもう、あれでいいですよ。良い例と悪い例と。そう。三好さんが悪い例。はいはいはい、はい、はい。そっちバージョンで。それでいい。で、出てください、たまに。なんかちょこっと。何に出るんですか。そう、リフティング。あ、下手くそやもんな。リフティング下手くそですもん。何しますじゃあ。技ないから。走ろう。うん、走ってセンタリング、はい、あ、センタリングできますもんね、うん、だ僕にセンタリングかけて僕ボレーで打つ。出たまた美味しいところでボレーってさ、そんな足さ、はい、そんないか上に行かないでしょ。いや僕ジャンピングボレーはできますから大体。お腹どうにかお腹を、ね、でもちょっと TikTok で何かね、うん、発信した方がいいんじゃないですか。そうですね、生徒たちも楽しみ、今 TikTok やってないんで。そうでしょ、はい、やってないちょっとびっくりしました。で生徒たちも出たいと思うんで、うん、で自分たちのプレーがねそういう公式なアカウントで取り上げられると、はい、やっぱこうモチベーションにもつながるし。そうですね、うん、ぜひやりましょう。で友達とかもそれを見たらまた俺もやりたいとか入りたいとかっていうね、はい、形もあるし。そうですね、山本君気をつけてね。本当に言うだけだから。いやいや、これはもう本気です。本当にね、いやこの試合行きますからちょっと行きますからっていうね、はい、これはやりましょう、いよいよ、はい、いやそこははい、ぜひ皆さんぜひ登録してもらって、はい、ぜひ。ちょっとなんかまあ公式こうインスタとかやってるんですか。インスタ、ツイッター、YouTube やってますね。あ、じゃあそこで発表するので、うん、何らかの形で一緒に、はい、じゃあ私の公式アカウントでも発表、ありがとうございます。はい、しますし、はい、番組のツイッターでも、はい、で今日 T シャツにサイン書いてもらったんで、はい、プレゼント企画、はいはい、やりたいと思います。僕と大和くんだけでよかったね。こんな余計なの一人入っちゃったあれが一番喜ばれるんです。価値が完全に、いやいや、あの価値は価値が消えましたよ。普段書かないですよ僕。二人だけかなと思って最後に知らせた。何を書いてんねん。スラスラ書けてんねんからいいよね。ということで、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、ではここで一旦 CM です。チェリーレイブとは、花や香りを通じて愛のある日常生活を過ごすことをコンセプトに立ち上げられたブランド。香りの良いアロマオイルと一輪一輪厳選したお花で作られたチェリーレイブのアロマリウムはインテリアの一つになり、スティックを刺せば優しい香りに包まれた心地よい空間を作り出してくれます。リングとなりました。ちょっと僕考えました。僕イタリア一緒に行きます、はい、俺ね、そこだけは言わない。そこだけは言うなと考えた。もう僕カメラマンで行ってそれを TikTok に密着してね、あげましょう。おかしいですね。おかしな方向に進んでますね。はい、僕が行くことになりました。これでいよいよです。いよいよね。はい、いよいよイタリア。海外とかは行きますよね。はい、海外は行きます。日本は全然沖縄は行きますけど、ちょっと近場の横浜とかちょっと体調があんまり良くないね。ちょっとかんばしくない時は行けないですけど、イタリアは行きましょう。ちょっと行きたいなと思ってる。それは春です。4月でしょ。4月です、ね、だいたい1人いくらぐらいを予算組めばいいの。55万ぐらいですね。まあ、まあ航空券込みで。あ、込みでね。だいたい、はい、込みでね。何日間。10日ぐらいですね。10日で50万か。なかなかな、まあまあ金額、ね、親御さんからさ、まあ、なかなか躊躇する感じだよね。そうか。でもなん、どういう感じ、向こうで試合するの。向こうのそのペルージャのその下部組織、はい、下部組織のその選手カテゴリーに入って実際にトレーニングするっていう感じですね。どれぐらい自分のこうできるかできひんかっていう ね、 そうですね、棚卸しじゃないけど物差しにはなるもんね、一、はい、回 ね、 ね、毎日毎日同じチームのねメンバーでやるよりはっていうところ。ペルージャのその下部組織も結構強いんで。あ、そうなんや、はい、世界中から優秀な選手を集めてやってるんで、まあ自分がどの位置にいるか確認する上でもすごいいいかなとは思うんですけど、うんうん、そこで目が止まればそのままペルージャっていう話もなきにしもなくもないと思うんですけど、まあいろいろハードルはあるんですけど。そりゃそうだよね、はい、急にね小学生が行って、うんうん、君残れって言ってね。そうですね、義務教育飛ばすんかいみたいになっちゃうからね、はい、まあ、まあでも名前と顔と覚えてもらうだけでも全然違うと思うんで、うん、そうですね、はい、ぜひ皆さん、ちょっと勝負ですね、本当に行きたいっていう。高学年、いや、もう1年生から中学生まで、ね、はい、じゃあ中学生まで行けんの。はい、これはそうですね。だ限定10人ぐらい。そうです、10人ぐらいがまあ限界ですね。逆にね、はい、あ、なんか行けそうやけどね。今200人ぐらいいるんでしょ。
そうですね、はい。で、あと、では、付き添いっていうのは大和君と、もう一人あのスタッフが、スタッフと二人で、はい、あと現地のコーディネーターと、はい、で、カメラマンで僕が、あれよ、はいはい、カメラマン、お金を、僕は自分で出しますよ、それは、はい、行きます、実費ですよ、それ、実費で行きますよ、大丈夫ですよ、で、空港で捕まったりしないでくださいね、この間さ、この間って言っちゃう。まあということで、はい、ぜひ皆さんあの、はい、インスタとかいろいろフォローしていただいて、はいはい、発表されることがあると思います。まずは TikTok、はい、ちょっとやりましょう、はい、お願いします、ララさん、お願いします、出てください、たまに、はい、たまにでいいんで、ゲストね、ゲストで、はい、はいはいはい、よろしくお願いします、はい、ではまた来月、あ、良いお年を、良いお年を、はい、お迎えください、はい、ではまたよろしく。